はようございます。釣り子 TV です。これね、ダンボール、小さな小包が1個届きましたよ。中にはですね、ルアーが入っているっていうことで、瓶ガラス陶器、割れ物注意みたいなね、シールが貼られておりますが、早速ね、開けていきたいと思います。これね、結構ね、楽しみにしていたブツなんですよね。どうしよう、これ開けますか。お、羽が入ってましたよ。そして、こういう入れ物の中に、お、サニーブロスって書いてありますね。ケースなんだな。まあこれはもうプロットのプロットだと思うんですけど、そしてそしてそして、じゃじゃーん、あー届きました。これね、実はまだこのようにね、売っていないね、作ってる最中のルアーっていうことで、サニーブロスの羽物ね。特にこっちには何も書いてなくて、スペア付きって書いてありますね。スペアの羽がついていて、そしてこんなね、羽物ね。これね、実は以前からワームをちょっとね、分けてもらったり、あとはね、シンカー、タングステンシンカーとかね、展開していたり、あとね、キープキャストでもね、ブースが出てましたね。サニーブロスというですね、バス釣りのメーカー、そこの来年の2020年発売に向けて開発が進んでいる羽物のね、トップウォータープラグ、こういうのを作ってますよっていうことでね、もしよかったら釣り子 TV さん一個使ってみませんかっていうことで、なんかね、動画やっててよかったーってね、こんなね、まだね、売っていないね、ルアー、まあルアーとかね、釣り子ほんと大好きなんで、それにね、こうやってね、触ることができるって、まあこれはやっててよかったななんていうふうに思いますけども。というわけで、今回の動画はですね、このサニーブロスの羽物、これをね、ちょっとね、見ていきたいと思います。で、説明の何か紙みたいなのが、あ、入ってますね。D4、 はい、このプラグ、まずは D4 って言います。そして説明書きが書いてあるので、まずね、ポイントを見ていきたいと思いますよ。釣り子 TV さん、お世話になります。羽物の D4 を送ります。現在プロトのため変更点がいくつかあります。まずですね、ここから変わりそうなところ、まあね、まあこういうね、ところから変わっていくであろうポイントが書いてありますね。羽のコーティング、ブラックボディの場合は羽も黒色、他はシルバーね。この黒色ボディのものには黒色の羽をつけて、販売開始したいなーなんていう風に書いてありますね。羽、金具のネジ、少し目立たないものになります。ここのね、ネジの部分がもうちょっとね、目立たないものになるっていうようなことで書いてありますね。で、目がね、これ現在仮の目がついているっていうことで、目の仕様もちょっと変わるかもしれない。ラトローンがなくなります。あ、これね、中にラトルが入ってるみたいなんですけども、これがね、ラトル音がないサイレント仕様になるっていうことですね。で、フェザーの浸透が現在悪いですが変更になります。このフェザーの、浸透が悪い、まあね、この羽ね、ついているフックが、ちょっと変更になります。ボディに、鱗模様がないですが、これね、プロトタイプはこういうつるりーんとしたボディなんですけども、鱗模様が入りますということで、使用上の注意が書いてありますね。フェザーフックを必ず濡らして使用してください。なかなか濡れないです。あ、そっか、
か。だからこのフック今試してるんだけど、ちょっと水との馴染みが悪いから、もうちょっとこう水についた時に浸透するっていうのかな、すぐに水と一体化するような、羽フックに、変更がなされるであろうというようなことが書いてあるわけですね。で、竿の立て方でアクションが変えれます。立てると、強い波動が出て、寝かせると弱い波動が出るので、竿を立てると強いバタ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 って波動になって、で寝かせると弱い波動になるという、ね、こういうことが書いてありますね。で、このスペックなんですけども、長さが10センチ、重さが 26g、ミディアムパワーの竿で投げれますよということで、ね、コンパクト羽物ってことですね。最近はデカ羽物がね、一般的にこう人気がありますけども、でダッチなんかよりも若干ね、イメージとしては小さい印象ですね。コンパクト羽物ですということですね。で、カラーはね、最初6色で販売をスタートする予定ということで、その後ね、続々とカラーが増えていく予定ということみたいですね。で、限定販売でキープキャストでね、販売開始するよということで、店頭での販売は、来年2020年の4月末頃を予定しているということで、まずね、キープキャストの会場でこれのね、もうちょっとね、パワーアップし、多分鱗模様が入ったりするのかな、そういった仕様のものが、買えるようになるんじゃないかなっていうことで、まあキープキャストもね、もう何ヶ月かでね、開催されますんで、それまでに、最終の調整を加えたものが登場して、であそこね、キープキャストだとはルアー買ったりすることできますからね、そこで、買うことができるようになるよっていうことみたいですね。で、価格は、2800円を予定しています。その2800円の中にはこのスペアの羽がね、ついてくるっていうことみたいですね。で、シークレット機能として羽を外すとダイビングペンシルになりますということが書いてあります。あ、これね、結構ね、まあ説明そんな感じで書いてある D4 なんですけども、あー、そっか、結構ね、流線形のボディなので、この羽を外したらそのままペンシルベイトのようにね、使うことができるよっていうことみたいですね。で、あ、ここのネジね、これなんかもね、ちょっとこだわりの、ちょっとね、ギザギザがついて、なんかね、こだわりのネジがついていて、ね、で、羽はこんな感じで、ちょっとこう下に垂れ下がったようなね、結構ラフについていますけども、で、ここのね、アタックオンとかね、出てたらで、結構ね、最近ここにね、ほっぺたにね、動き出しがいいように釘が出てるやつなんか多いんですけど、こうやって畳むとすごいね、シルエットがさらにコンパクトになるんで、まあ飛距離のところでいくと、ここまで畳まれた方がいいのかな、どうなのかな、なんていう風に感じますけども。で、顔周り、こんな感じですね、顔周り。あー、でね、以前ね、サニーブロスのね、社長さんとね、お話しする機会があって、実は今ね、羽物 D4 をね、どんどん開発進めてるんですけども、どんな色好きですか、なんていうね、やり取りしたことがあって、なんかね、マットブラックがいいって、マットブラック大好きなんてね、やり取りしたの覚えてるんですけど、それを覚えていてくれたのかな。なんかね、黒色のカラーがね、送られてきましたよ。でね、黒色のこのフェザーフックがついていて、まあここら辺はね、ちょっとね、ダッチ風かな、なんていう風に思うんですけども。で、後ろの連結はこんな感じで、 D4 ね、あー、ちょっとね、大きな羽物ばっかりね、ずっとね、まあ釣れたり釣れなかったりとかね、ありますけど、結構ね、でもね、今年はね、練習も兼ねて羽物ね、でかいのとかね、いろいろ投げていたんですけども、このサイズ感はちょっとね、釣りにかかってるサイズ感なのかなっていうことで、あー、今時期としてはね、もう11月も回っちゃったんで、どうなんだろう、俺長げて釣れんのかな、どうなのかな、なんていう風に思うんですけども、そろそろね、ワームでディープね、攻めたり、そういうのがね、好きなシーズンになってきたんで、バスがね、今年中にこれでゲットできるかっていうのはね、ちょっとね、なんとも言えないんですけど、動きなんかはね、動画でまずね、
せっかく、まだね売ってないプラグでもらうことができたので、釣り場でね、こんな動きですよなんていうところね、お見せできたらいいななんていうふうに思うのと、あとはねちょっとここで使ってみたいななんていうねポイントがあるので、そういったところでまずはこの D4 ね使ってみたいと思います。まあね、サニーブロスね、どんどんねワーム、そして進化でね、あ、小型のスピナーベイトも開発中だよとかね、なんかね、あとね巨大なね、まあ俺の好きなジャンルのあるものなんかもちょっとね出るかもしれないなっていう風に電話でね直接話した時教えてもらったんで、引き続きね動向から目が離せないな、なんていう風に思うんですけども、いよいよね雑誌なんかも多分来年の新製品に向けての記事なんか多くなってくる時期なので、まあ YouTube ではねこういうねサニーブロスさんね、結構ね YouTuber さんとねコラボするようなね、そういった展開が多いので、でまあ釣り子 TV 前から見てるんですよなんてね声かけてもらって、で実際にね一緒に釣りしたこともあるんですけども、ちょっとね今面白いのどんどん作ってるんで、まあどうだろう、ちょっと投げてみてくれませんかなんていう風にね声かけてもらっているので、こちらのねせっかく D4 もねプロトタイプをお預かりすることができたので、積極投入してね、どんな感じか動きとかも含めてですね、バシバシとね、お伝えしていければななんていう風に思います。というわけで、本日の釣り子 TV はこちらね、サニーブロスから来年のキープキャストで販売開始を向けて開発が進んでいる、D4 ね、こちらを、開封してみたよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。